飴をね、かじるの好きやね、昔から。梅干しの種もね、最後かじって中の白いとこだけど。実はその梅干しのね、果実、甘いや、その話は。結局その、のび太っていう家、あ、じゃあ、のび太っていう家、その、勤め人やのに、まあ、その最終的にのび太のパパ、部長ぐらいまで余裕で行くでしょ、あの感じね。しかもメーカーでしょ。メーカーであんだけ真面目。ね。多少浮気するでしょ。それをのび太のお母さん、ぐっと我慢してたりだけ。みたいな図式があったよね、ずっと日本に。ね、高度成長期。あれ、高度成長期の漫画やけど。つまり、田中の時代。でね、田中角栄先生を、時代のその、要にして、まあ時代を作ったっていうか動かした人、要としてね、キャッチャーみたいな人、田中角栄さんかな、田中角栄元首相がね。で、田中角栄元首相ってキャッチャーと仲良かろうが悪かろうが、そうそうたるメンバーがおって、他のポジションな、どの日どの選手のおかげで勝利したか。な？どの日どの選手が大活躍したか。もちろん、それも語り癖。でも、キャッチャーは田中角栄。な？名前見てみ。いかにもキャッチャー。で、結局、その田中角栄をキャッチャーとする日本政治っていう、そのチームが、野党も含めてな。日本政治っていうときは野党も含めるぞ、言っとくけど。知らないかな。まあいいや。で、結局、70年間の奇跡の繁栄を遂げた。じゃあ、田中の後継者たちは、もうこんなものそろそろ終わりですよって言われへんやろ。中ではな、谷垣さんが、もうこんなものそろそろ終わりですよ。タクトを他の派閥に渡さないといけませんって。たとえ谷垣さんが言ってもな、例えば加藤浩一さんなんかは、適任だと思います。非常に経済も分かってらっしゃるが、それよりも、加藤浩一先生の人情、非常に田中派に近い東北の人たち。ってぐらいのことを、谷垣さんの若い頃おっしゃったかもしれんけどな。タッコ、なんか書いてある？ な？でも、出て止めれんの？で、加藤浩一先生に、谷垣先生が、な、まあ、そういう次第で。まあ、大蔵族やんか、大変。大蔵族ないわけで、財務官僚って言ってん。あ、そうだね、と。それは分かってた。まあ、あっちの方は、まあ、加藤浩一さんの、まあ、いわゆる宮沢の、その前は言えば、あっこは、誰か、なんかこう、河本派か。どっちだっけ？ ごめん。第三勢力は。ていうか、吉田茂って言っても、実は第三勢力やね。戦前の県政統計は実は志田原先生の方で、田中角栄さんって志田原派やね、実は。ね。で、もう一個は政友会なのね。だから、県政との板垣教区なのね。そのあと尾崎。で、そして浜口。そして志田原。という感じの、主役たち。政友会の方は伊藤博文。それから高橋克実が負けた。まあ、明治の元勲たち、長州だけでなく、薩摩も政友会として活動した人もおるかもね。よう知らんけど、あっちは。ごめんごめん。な。んで、結局、その、原敬っていうと政友会し。で、尾崎幸雄と結局した、犬飼剛も政友会。尾崎幸雄首相にはなってない。どっちかと、もらえは富地タイプの人やったわけ。でしょ？かけるね、そうでしょ？タイプとしても。村山富市の方がコツコツ言っとくよ、尾崎行きからみたいな。それもわかるね。社会党の人わかるよね。これはわかるでしょ、いくらなんでも。その戦前の民権史をなぜ教えないか。尾崎行きと犬飼剛の激突をなんで教えん。浜口暗殺をなんで教えん。それを教えてたらよかったのにね、本当に。効率で。ね。でしょ？これ否定する先生おる？学校の先生。おったらおかしい、その先生。カロという先生。でしょ？さて。
結局70年間の奇跡の繁栄、日本の技術労働文明が幕開で、日本の技術労働文明が世界の頂上に立った奇跡の70年。今の表現で分かるよ、奇跡やったって。な？技術労働文明が世界の頂点に立ったのは70年間あったら十分ぐらい。そんなにってびっくりするぞ。どうやって思うやろ、政治やったりって。なんでそんなんで勝てんの、びっくりするやろ。な？せやのに、それをもっと続けさせろと民主党の人が言っても、もう足元がない、脚力ないねん。もう日本の経済に脚力あるか。今就職しようかなと思うやつに経済脚力ありますか。当時はあったんです、ね、足元も悪いのに、へそから上欲しい欲しい、へそと足の間にあるあれ、くれくれ現象、だってみんなモーターやんって、みんなモーターやん、みんな脚力あって、経済脚力あって、技術労働能力あったし、それをサポートする能力あって、必死でそれサポートして、技術労働者たちの、日本の労働者は基本的に知的労働の一種やで、言っとくけど、技能労働、知的技能労働ではないけど、技能上のどうしたの、技術労働、あれは技術労働でしょ。技師って読んでええねん、研究員だけじゃなくて、日本の工場労働者のこと全技師って読んでいいねんな。それをサポートしてて、必死で文系たちは、事務方たちは、めっちゃめっちゃ経済企画とかあって、めっちゃ度胸あって、めっちゃ感じって、なんだかでバカッとつくらずすだって。のび太と疲れてるか。アムロ・レイがホワイトベースのエースになったの、ガンダムの搭乗員に、あれだ、ずっと続けることできたの、ブライト艦長にどつかれてからちゃうの。な、トミノ先生、それ言いたいんちゃう、トミノのこの野郎やけど、どつかれたこともないやつがどんな悪になるの。そう、悪にならない、何になったの、まあ、な、悪魔って言葉だったら、どつかれて育ったやつは悪になる、悪言というシールだったと。やろ、じゃあ、どつかれんと育ってと、悪魔になる。魔になる。魔のこと。魔物になる。なってるやん、実際。うちは魔物にはならねえ。なんだかって、どつかれて育ってるから。めちゃくちゃどつかれたから。毎日流血やったから。だから、悪や。悪女になるなら、それはま、女の場合逆や、うち本来からま、ちょ魔女、あ、魔女、そうでしょ。